いらっしゃい。ここが高橋先生のスタジオか。ここで俺の活躍が毎週書かれているんですね。先生の子供の頃ってどんな子供だったんですか？まあ今とあんまり生活自体は変わってないような気がするんですけど、まあ日が暮れるまで外で弟や友達なんかと遊んで、家帰ってくると漫画を描いてるっていう、そういう子供でした。先生の一番得意なスポーツって何ですか？球技は何でも得意というか好きでやるんですけども、まあ高校の時は野球部だったんで、今草野球が一番楽しいというか好きですね。そんな先生が漫画家になろうと思ったのはいつぐらいからなんですか？小学校低学年の頃はプロ野球選手になりたいと思ってたんですけど、でちょっと無理かなって小学生高学年ぐらいで思いまして、でその頃から漫画描くのが好きだったんで、で高校卒業するぐらいにはもう漫画家になるんだみたいな感じに決めてました。俺の描き方のコツをみんなに教えてくれますか？はい、わかりました。